今日ご紹介する献立は豚ヒレ肉のグリル粒マスタードソース、じゃがいもとベーコンのサラダ、青じそカッペリーニ、オクラとトマトのセサミソースになります。それでは材料の説明をします。野菜はじゃがいも、青じそ、オクラ、トマト。お肉類はベーコン、豚ヒレ肉。パスタはカッペリーニをご用意しました。まずはじゃがいもを皮を剥いていきます。普通に剥いてもらって構わないんですけど、もし緑色のところが出てきたりしたら、そちらはソラニンという毒素になりますので、きれいに落とすようにしてください。それではじゃがいもを一口大に切っていきます。じゃがいもが切れたら、ただ水で煮るだけじゃなくって煮てる間に味を染み込ませる方法で煮ていきます。こちらはニンニクバターになります。バターといっても、オリーブオイルを使ってニンニクを柔らかく煮たものを冷凍して使いやすい大きさにカットしておいたものです。いちいちニンニクをその都度刻むよりも便利に使えるので、ストックしておくと便利ですよ。今回はじゃがいもを茹でる鍋の方と、あと豚ヒレをグリルする方のフライパンにこのニンニクバターを一つずつ入れていきます。オリーブオイルも少し入れました。じゃがいもは炒めにする感じですね。じゃがいもを入れて塩をします。そして油を絡めたら水分を入れて煮ていきます。じゃがいも料理のポイントは、冷めてしまってから塩を振っても味は染み込んでいかないので、ある程度味を煮ている段階とか、あと煮終わって熱いうちにつけてあげるようにしてください。ただの水で煮るだけじゃなくって、ワインと水半分半分ぐらいで煮ていきます。ワインを半分ぐらい入れたら、あとは水でじゃがいもを浸してください。じゃがいもがかぶるくらい、こんな感じで大丈夫です。でこのまま強火で煮ていって、沸騰したら弱火にして蓋をして、タイマー5分くらいで、最後に白胡椒も入れました。それでは沸騰するまでちょっと時間があるので、豚のヒレ肉をグリルしていきます。豚のヒレ肉は表面に焼き色をつけてからオーブンに入れます。お肉でも魚でも必ず塩コショウをしてから料理するようにしてください。下味はとっても大事です。こちらが塩コショウした豚ヒレ肉です。
塩って本当に素晴らしくて、お肉とかあと魚介の臭みを消してくれるんですよね。素材がいいと本当に塩コショウしただけで何でも美味しく召し上がれると思います。そろそろじゃがいもがいい感じにグツグツいってきましたので蓋をしましょう。ちょっと位置を変えますね。で、この蓋をしたじゃがいもは弱火にして5分で様子を見てみましょう。男爵とかは早く火が通りやすいですけれども、メークインとかはちょっと火が通りにくいので一応5分で様子を見ることにします。それでは、オーブンにこの豚ヒレ肉を入れる準備です。煮汁をソースに入れたいので煮汁を逃がさないようにアルミで土手を作ってあげます。こんな感じに綺麗に焼き色がつきました。フライパンで最後まで料理するよりもオーブンにお任せしちゃった方が一定で火が入ってくれるので美味しく仕上がります。その間に別のこともできちゃうのでオーブンちゃん本当に便利ですね。ヒレ肉だけを焼くのはもったいないので隣の空いたスペースに付け合わせの野菜を一緒に焼いていこうと思います。今回はオクラを一緒に焼いていきます。オクラはちょっとだけ切れ目を入れてあげると見た目もあといいですし、オーブンに入っている間にパンって破裂しなくていいと思うので少し切れ目を入れてあげます。皮を削いであげるような感じですね。それでは、オクラと豚ヒレ肉並べてオーブンの中に入れていこうと思います。そぎ目の方を下にしてオクラは並べました。オクラに塩を忘れてましたので塩を振ってから焼きます。250度で13分から15分ほど焼きます。お肉を焼いている間にパスタのお湯を沸かしておきます。パスタは少し濃いめのお塩で茹でてあげましょう。パスタの量の目安は1人 70g ぐらいでいいかと思います。じゃがいものタイプがなりましたので様子を見ますね。串を刺してどのくらいの柔らかさになっているか見てみましょう。あともう少しだけ煮ることにしました。わかりますかね、こんな感じで串はさっと通るんですけれどももう少し柔らかくした方が私は好みなのでもう少し煮ていきます。その間にベーコンを切っちゃいます。こんな感じに切りましょう。それでは茹で上がったじゃがいもをベーコンと一緒に炒めていきます。じゃがいもは茹でるだけじゃなくって、お肉類と一緒に油で絡めてその油で絡めてる間にもう少しじゃがいもを柔らかくする。そうすることによってとっても美味しいお料理に仕上がります。こちらの厚切りベーコンはテングハムさんという金沢のメーカーが作ったハムです。厚切りできちんとスモーク感が感じられてとっても美味しいベーコンです。このベーコンの香りをじゃがいもに移しちゃいます。
じゃがいもの煮汁は後でパスタの味付けに使いますので捨てないようにしてください。油が絡まったら蓋をして弱火でじゃがいもを柔らかくして、さらにベーコンの味を染み込ませます。そしてこの煮汁は捨てないでくださいね。じゃがいものでんぷん質で焦げちゃったりするので、たまに音を聞いてジリジリジリってこうやって音が言ってきたら、混ぜてあげるようにしましょう。蓋をしてしっかりと、ちょっと長い時間蒸すことでじゃがいもがすごく美味しくなりますので、しばらく蒸し煮するようにしておいてください。じゃがいもに少し薄く焼き色がつくぐらいが私の好みです。それでは、仕上がったじゃがいもをお皿に移して、そして黒胡椒をかけます。仕上げはトリュフオイルを回しかけて終了です。このトリュフオイルは食べる直前にかけるのがよろしいかと思います。出来上がりです。このまま食べても美味しいですけれども、もう一品別の味付けをご紹介させてください。こちらはさっきご紹介したニンニクバターみたいな感じの牛乳ニンニクです。オリーブオイルの代わりに牛乳でニンニクを柔らかくして、あとは固めて切るという工程はさっきと一緒です。これも冷凍しておくととっても便利です。今回はヨーグルトとこのニンニク、牛乳ニンニクで味付けをしますけれども、牛乳ニンニクが冷凍されていたので、ヨーグルトと一緒にチンして牛乳ニンニクを溶かしてあげます。それをさっきのじゃがいもとベーコンに回しかけて絡めれば別のお料理が完成です。その日の気分で味を変えるのがいいかと思います。こちらも、冷蔵庫で冷やしておいて、食べる直前にトリュフオイルをかけるとトリュフの香りがしてとっても美味しいですよ。それではパスタの仕上げをしましょう。大葉を切っていきます。パスタの味付けはとっても簡単です。さっき茹でた、じゃがいものゆで汁、それとこの大葉だけで味付けをします。あとは塩コショウになります。このじゃがいものゆで汁はパスタに絡めるとペペロンチーノみたいな味になるんですね。なので、唐辛子ときのこを別のフライパンでオリーブオイルでソテーして、それを絡めたりとか、いろんなアレンジができますよ。今回は冷製カッペリーニなので、茹でたパスタを味付けした後、氷で冷やしていきます。
けていく段階でパスタに味が染み込んでいきますので、熱いうちにソースをかけるようにしましょう。こんな感じにしてしばらく放置しておきましょう。それでは冷えたと仮定して味付けをしていきます。まずはどのくらい味が入っているのか味を見ましょう。その後足りなければ塩コショウ、大葉を絡めて、あとはオリーブオイルで完成です。カッペリーニの場合には多めのオリーブオイルを入れてあげると良いかと思います。大葉を絡めなければ、パスタだけで味付けして、前日に作っておいてもさほど味は変わりません。前日仕込みもありかと思います。それではサラダの仕上げに行きましょう。オクラは塩で揉んできれいに洗ってから茹でるようにしてください。トマトはあらかじめ手が空いた時に半分に切っておきました。オクラをザルにあげるポイントは、オクラの上の方からプツプツプツって水分が出てくるようになったらもう茹で上がりの証拠なので、そしたらザルにあげましょう。オクラのヘタの部分をよく見ていて、泡がプツプツプツって出てきたらオクラが、もう揚げてくださいって合図してると思ってください。ザルに揚げたオクラはさっと冷水をかけて色をきれいに保ちましょう。一口大に切ったオクラをレシピの分量を合わせたソースに絡めてトマトを混ぜて出来上がりです。オクラを絡めた時に、混ぜすぎると粘り気が出てしまいますので、さっと和えるようにしましょう。お皿を用意してレタスを下に敷いて、その上に先ほど和えたオクラを乗せてください。葉物と一緒に食べるととっても美味しいです。仕上げにごまを振ってあげます。それでは次は焼けたお肉の仕上げに入ります。まずはソース作りから。レシピの分量を全部フライパンに入れて、ワインのアルコールが飛ぶように熱してくれれば出来上がりです。それでは火にかけている間に、お肉を切っていきます。お肉の煮汁も、きちんとソースの中に入れるようにしてください。こんな感じでソースは完成です。
き上がりました。ご視聴ありがとうございました。